こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではコート一着着回しコーデ術ということで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。冬のアウターの主役といえばダウンとコート、この2つかなと思うんですが、先日ですね、ダウンの着方については結構皆さんにですね深くお伝えできたかなと思うんですが、今回は大人っぽくて綺麗めに振ることができるコートですね、こちらを使いながらどんな着こなし方ができるのかを皆さんに徹底的に解説をしてみたいなというふうに思っています。コートもですね、やっぱりダウンと同じように単価が安くないんですね。ですのでコートだけでたくさんのバリエーションを持っている方というのはそんなに少なくないかなと思うんですね。そうなるとこのコートのスタイルというのがですね、ついついマンネリ化しがちかなと思ってるんですね。きっとですね、皆さんも何かいつもコート同じような着こなしになってしまうんだよなとか、なんか最近マンネリ化してるなという悩みを持ってるかなと思うんですが、今回はなるべくわかりやすくですね、コート一着でどんな着こなし方が想定できるのか、このあたりをですね、解説したいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。今回の動画を見ていただければ、冬のコートの着こなし、一着だけでもこんなにバリエーションが持てるんだということが分かっていただけるかなと思うので、ぜひお楽しみいただければなというふうに思っています。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的なコーディネートの解説に入っていきたいなと思ってるんですが、その前にですね、今回着回す一着のコート、これからお伝えしたいなと思ってるんですが、僕が今着てるこちらのコートはですね、色はブラックで、ちょっとサイズ感としてはややゆったりめかなと思うんですが、ベースのデザインはチェスターコートになっています。コートにも様々な形があるんですが、代表的なのは今僕が着てるようなジャケットの着丈を長くしたようなチェスターコート、もしくはビジネスシーンなんかでもよく使われるようなステンカラーコート、この2つがあるかなと思うんですが、結構ですねチェスターコートというのは長らくですねトレンドから定番アイテムとして多くの男性が持ってるかなと思うんですね。僕が今着てるのはグローバルワークのウーリーテックコートというものなんですが、その他にも大定番としてユニクロのチェスターコートがあるかなと思うので、そちらで対応していただければなというふうに思ってます。今回僕はブラックを着ていますが、これがネイビーであっても着こなし方としてはそんなに変わらないかなと思うので、ぜひ皆さんのお手持ちのコートをですね、活かしながらコーディネートを考えていただければなと思っています。まず一つ目の着こなしとして皆さんにやっていただきたいのは、コートの内側はですね、こういった丸首のニット、これがなんだかんだで一番相性がいいかなというふうに思っています。僕が今着ているのは今季のビューティー&ユースのですね、色はベージュですね。ちょっとニットの色としては明るさを出してあげると1月2月には相性がいいのかなと思います。これが昨年の12月とかになるとダークグレーだとか濃い色でまとめるのもですね冬らしくていいかなと思うんですが、1月2月になってくるとちょっと春を意識した色合いを入れてあげるのもいいんじゃないのかなというふうに思ってます。僕は今ベージュを着ていますが、その他にもですねニットの色味としてはもうパキッとホワイトだとか、あとはライトグレーなんかもいいかなと思いますし、あとはですね差し色っぽくロイヤルブルーみたいなものもですね結構相性が良かったりするんですね。これはですね今僕が着ているビューティー&ユースのニットのですね色違いのものになるんですが、ネイビーみたいな濃い色を合わせるよりは少しですね差し色みたいなものを入れてもらうのもいいかなと思いますし、あとはですね僕の動画の中で何度か出てきているユニクロのこちらのダークグリーンのニットなんかも相性がいいかなと思います。丸首のニットの中でも薄いものよりは基本的にはですね中肉厚とかちょっと厚手のものの方が僕はですねチェスターコートには合いやすいかなと思うんですね。ジャケットの下に着るニットであれば薄手がいいかなと思うんですが、こういったコートの下に着るものであれば中肉厚から厚手のものが相性がいいかなと思うので、ぜひ皆さんも合わせていただければなというふうに思っています。そして襟元にはですね僕の中では定番ですねバンドカラーシャツ、今回着てるのはユニクロのものなんですが、こういったものを内側に入れてあげることで襟元だとか裾の部分にシャツを出してあげるのが結構バランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。これをすることで実際にですね重ね着効果で暖かいというのもあるので、冬の着こなしとしては結構ですね使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。もちろんですねバンドカラーシャツ重ねなくてもよくて、普通にヒートテックだとかロンティーの上にそのままニットを着ていただいて襟元をすっきり見せるのもいいかなと思うので、そのあたりはですね好みに応じてですね対応していただければなというふうに思っています。でボトムスなんですが、今回はですねグレー系のイージースラックスを履いています。これはですねユナイテッド東京のもので、先日動画で上げましたよね。
大人のボトムスはこの2本だけでいいという中の1本なんですが、まあ、こういったブラックだとかネイビー系のコートに対して、まあ、ブラックのスラックスも合わなくはないんですが、ちょっと重たく見えてしまうので、グレー系の色、モノトーンで合わせていただくとすごく相性がいいかなと思うので、今回はグレー系を合わせました。まあ、この着こなしもいいんですが、他にはですね、ボトムスはこういったデニム系もいいんじゃないかなと思いますね。こちらユニクロのデニムになってるんですが、あまり色落ちしてないリジット系のデニムが相性がいいかなと思うので、ちょっと小綺麗なデニムスタイルにまとめてあげるのもいいかなと思うので、そこも好みに応じてボトムスは変えていただければなというふうに思っています。そして足元なんですが、ちょっと見えてなくて恐縮なんですが、こういったロング丈のコートに対して、僕は結構相性がいいなと思っているのが、ニューバランスのスニーカーなんですね。こういったグレー系のニューバランスをちょっとやぼったい感情を足してあげると意外とですね、このロングコートの綺麗さをうまくですね、中和してくれるかなと思うので、まあ、ニューバランスとスニーカーを合わせるようなスタイリングを組んでいます。その他にはですね、やはりなんだかんだで使いやすいのは白系のレザースニーカーですね。今回はジャーマントレーナーを持ってきましたが、こういったものも相性がいいかなと思うので、こういったロング丈のコートには個人的にはですね、ローファーとかもいいんですよ。小綺麗な感じになるので、そういったものもいいんですが、少しカジュアル感のあるものもバランスがいいかなと思うので、白レザーとか、あとはニューバランスとか、このあたりを合わせていただければいいかなと思うので、ぜひ皆さんも参考にしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートなんですが、今度はですね、このコートの下にはニットではなくてパーカーを合わせていました。これだけでもですね、印象が大きく変わるのが分かっていただけるかなというふうに思ってます。まあ、パーカーというのはですね、なんといってもこのフードですね、これが特徴かなと思うんですが、このようなフードが見えることで着こなしがよりカジュアルになるので、ロングコートの持つ綺麗めな雰囲気をうまくですね、和らげることができるのかなというふうに思ってます。よくですね、綺麗めとカジュアルのバランスを取るみたいな話が出てくるかなと思うんですけども、このロングコートというのはかなり綺麗めなんですね。ビジネスシーンなんかでも使えるような綺麗さがあるので、その他のアイテムはちょっとカジュアルなものに振っても意外と相性がいいかなと思うので、このようなフード付きのパーカー、ぜひ皆さんも合わせていただければなというふうに思ってます。まあ、今回僕が着てるパーカーはですね、色はダークグレーなんですね。まあ、明るさのあるようなホワイトだとかベージュ系もいいんですが、やはり大人世代が着るのであれば、パーカーというだけでかなりカジュアルなので、色はですね、引き締めた方が、まず最初のうちは合わせやすいかなというふうに思ってます。で、パーカーの内側は、これまたですね、先ほどと同じように、バンドカラーシャツを重ねてあげて、少しだけでもですね、裾の部分から白が見えると軽い感じがするかなと思います。これはですね、例えばタートルネックのカットソーとか、そういったもので代用してもらってもいいかなと思うので、まあ、重ね着をしながら少しですね、白い部分を見せてあげるというところは意識をしてみるといいかなと思ってます。で、ボトムスに関しては今度はですね、僕ら大人世代が大好きなブルーデニムですね、これを履いています。先ほどご紹介したユニクロのリジットデニムですね。まあ、このようなデニムの中でもですね、色落ちしてないですね、大人っぽく見えるような小綺麗なデニムが結構ですね、こういったコートには相性がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、ユニクロのリジットデニム合わせていただければなと思ってます。僕が履いてるのはですね、ビタビタのスキニーではなくて、スリムフィット型ですね。これがやっぱり使いやすいんじゃないかなと思うんですね。まあ、デニムのシルエットにもトレンドがありまして、まあ、以前はですね、タイトなものがかなり多かったんですが、最近はですね、レギュラーフィットだとか、デニムでもワイドフィットのものも出てきてるぐらいなので、あまりビタビタにしすぎずですね、細いんだけども、そこまでビタビタにならないぐらいが僕はバランスがいいかなと思うので、このようなですね、リジットデニム合わせていただくのもいいかなと思いますし、あとは先ほどご紹介した、グレー系のスラックスですね。まあこういったものでも全然いいかなと思いますし、それ以外に合うのはですね、割とですね、これも相性いいなと思ってるのがですね、オリーブ系のパンツですね。まあカーゴパンツとかそういったものの色合いになるんですが、深めのダークグリーンとかそういった色合いも相性がいいので、今僕が持ってるのはユニクロのスマートアンクルパンツのオリーブですね。この色が結構使いやすかったりするので、まあ、こういった色を合わせてあげるのもいいかなと思うので、皆さんの好きな形でカスタマイズをしていただければなと思ってます。で、今度は靴はですね、白のジャーマントレーナーですね。まあ、デニム自体がちょっとカジュアルなので、足元は少しだけニューバランスのものに比べると、綺麗めに振ってあげるといいかなと思うので、ぜひこの着こなしもトライをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目の着こなしなんですが、今度はですね、コート下にシャツを覗かせるようなコーディネートになってまして、
個人的にはですね、これまでの3つの中でこれが一番好きな着こなしになるんですね。まあ、先ほどまでもお伝えしましたが、チェスターコートってかなり綺麗めなアイテムなんですが、それに対してシャツというのもですね、結構綺麗めなアイテムではあるんですが、そこにあえてですね、ストライプ柄というところでほんのりカジュアル感の漂うようなものを合わせてあげるのも意外と相性がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思ってます。まあ、結構ですね、コートを中心としたコーディネートって色が地味になりがちだったりするので、内側に着るものは少しアクセント的なものでもバランスが悪くないかなと思うんですが、僕が今着ているようなストライプ柄のシャツというのは程よいアクセントになるので、個人的にはですね、このような着方すごくいいんじゃないのかなというふうに思っています。で、そのシャツの上にはですね、僕は今ジャケットを着てるんですね。コートを脱いでもですね、ちゃんと着こなしが成立するようにシャツとジャケットのコーディネートにしてるんですが、これはジャケットの代わりにカーディガンですね、そちらを代用してもいいかなと思うので、さすがにシャツ上にコートだけだとちょっと寒いかなと思う方は、その間にですね、カーディガンかもしくはジャケットかという形でレイヤードしていただくとすごくバランスがいいのかなと思っています。で、ボトムスはですね、今回ブラックのスラックスを合わせています。まあ、一番最初にですね、コートもボトムスもブラックだと重たいというお話をしましたが、まあ、ここはですね、ストライプ柄で着こなしにアクセントを入れているので、その分ボトムスは暗くてもそこまでですね、重たすぎないかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、ネイビーだとかブラックのコートにブラックのスラックスを合わせるときには内側はですね、ちょっと華やかな形にしてもらうといいかなと思います。僕のようにストライプ柄のシャツを入れてみたりだとか、あとはですね、ニットですね。ニットを選ぶときには先ほど僕が着てたようなベージュだとかホワイト、ライトグレーみたいなもので、ちょっと華やかなものを足してあげればブラック系のパンツも相性がいいかなと思うので、ぜひトライをしていただければなと思っています。で、足元なんですけども、まあ、このようなですね、ちょっと綺麗めなスタイルには、足元は先ほどもお伝えしたようなニューバランスですね。カジュアルなスニーカーです。こういったものを合わせることで、少し着こなしにですね、ラフさだとか、ちょっと外しの要素も加えてあげるといいかなと思うので、ぜひトライをしていただければなと思っています。はい、続いてラストのコーディネートなんですが、今度はですね、こちらのコートの下にデニムのシャツをですね、着てみました。このようなカジュアルなシャツも意外と相性がいいので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思ってます。先ほどのストライプ柄のシャツもですね、結構華やかでいいんですが、本来カジュアルな雰囲気が漂うようなデニム素材、これをですね、シャツにしたものも意外と相性がいいんですね。僕が今着ているものは結構ヴィンテージライクなシャツになっているんですが、定番で最近ユニクロで展開しているスタンドカラーのデニムシャツなんかも結構相性がいいので、皆さんもぜひ試していただければなと思っています。他にはですね、今デニムのシャツを着ていますが、このような G ジャンですね。ちょっと難易度は上がるんですが、先日のですね、ダウンのコーディネートの時にも出てきましたが、G ジャンの上にさらに上にアウターを着るというのも、意外とですね、中級者以降の方がよくやるテクニックなので、まあ、こういったものを合わせてもらうのもいいかなと思います。まあ、デニム素材の持つカジュアルさと、意外とですね、この綺麗なコートというのが相性が良かったですので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思っています。で、ボトムスに関してはですね、こちらがデニム素材なので、下もジーンズ系だとさすがにうるさいので、今回はですね、グレーのパンツを合わせています。今季のですね、グリーンレーベルのヘリンボーンのグレー系のですね、スラックスですね。腰はイージー仕様になっているので履き心地がいいんですが、まあ、こういったですね、ブラックのコートに対してグレーのパンツというのもすごく相性がいいので、ぜひ皆さん試していただければなと思ってます。そのままの流れで靴もお伝えすると、今回はですね、白のジャーマントレーナーということで、着こなしに華やかさを足してあげるといいかなと思うので、ぜひ皆さんこのようなデニム素材を使った綺麗めとカジュアルのバランスを取るようなコーディネートも試していただければなと思っています。はい、ということで今回の動画ではコート一着で様々なコーディネートを皆さんにご紹介させていただきました。コート自体は結構シンプルなものだったかなと思うんですが、そういったものを1枚あれば、あとは内側に着るものだとか、ボトムス、靴を変えるだけで、かなりたくさんのコーディネートを作ることができますので、ぜひですね、皆さんには今回ご紹介した4つのコーディネート、これを元にしながら中を変えてみたりだとか、ボトムスを変えてみたりだとか、まあ、自分なりに好みの形でカスタマイズしながらですね、コーディネートを楽しんでいただければなというふうに思っています。
コート自体はね、結構単価が高いので何着を持つのは難しいかなと思うんですが、内側に着るものだとか、あとはボトムスは割とですね、ユニクロとかグローバルワークを使えばかなりお手頃に買うことができるので、冬の着こなしを存分に楽しむためにぜひ今回の動画参考にしていただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っています。皆さんの見てみたいテーマだとかご質問なんかがありましたら、どしどしコメント欄まで書き込んでいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。